1、くちばし。2、とうち交際。四、動向。五、上背。六、小雨服。7、片羽。8、うふく。時三分列風切り。十、お。十一、初列風切り。十二、下腹。十三、もも。1かかと。十五、足裏。十六、あと。十七、すね。十八、腹。 19、脇、20、胸、21、小二22、肉水、23、下関線鳥類の体の構造では、鳥類の解剖学的、生理学的構造について述べる。鳥類の対抗づくりは、多くの点で、特有の適応を示し、そのほとんどは、飛翔に関わっている。鳥類は、軽い骨格と、軽いが力強い筋肉。 非常に高い代謝効率と酸素供給の能力を持つ循環器系と呼吸器系を持ち、それらが飛翔を可能にしている。くちばしの発達によって特殊な適応土下消化器系が進化した。これらの解剖学的特殊化が鳥類を脊椎動物の中で独立した綱として分類する根拠となっている。鳩の骨格の虫傷1、頭骨2、 頸椎 3, 鎖骨 4, 右甲骨 5, あばら骨の針状突起 6, 龍骨突起 7, 室外骨 8, 足裏骨 9, あと10、頸骨 11, 肥骨 12, 大腿骨 13, 座骨 14, 恥骨 15, 腸骨 16, 尾骨 17, 尾端骨 18, 複合仙骨19、肩甲骨20、腰二 21, 上腕骨 22, 尺骨 23, 頭骨 24, 腕骨 25, 中手骨 26, 指 27, 骨サ腸類の骨及び骨格は、飛翔に対して高度に適応している。飛び立つ際、止まる際、また飛翔中に骨格にかかる大きな応力に耐える強度を持ち、かつ非常に軽量であり、骨をすべて合わせても全体重の5%程度である。一つの特徴として、 尾端骨などにおいて複数の骨が融合、骨化して一つの組織になっていることがあり、それにより他の脊椎動物に比べて鳥類は骨の総数が少ない。さらに歯もなく厳密に言うと顎もない。それらの代わりにより軽量なくちばしを備える。多くの種では孵化したばかりのひなのくちばしに卵子と呼ばれる卵殻を破るための小さな突起が見られるが、これは 骨組織ではない。鳥類の骨では、中空になっているところに、多数の支柱が交差していて、強度を保持する構造が多く見られる。そういった構造を持つ骨の数は種によって異なるが、大型で滑空するものほど多い傾向にある。また中空に近い構造を持つ骨が、機能の膨らむスペースを確保している例もある。ペンギンやダチョウなど飛翔を行わない鳥類には、 このような中空の骨はない。この事実は骨の中空構造が飛翔のための要件であることの傍張と考えられている。昨日の一鳥類では頸椎の数が他の脊椎動物よりも多く、多くの種で13から25個の骨からなっている。また、脊椎動物の中で鎖骨や胸骨が融合して、それぞれ股骨、竜骨突起を持つ、 胸骨板を形成しているのは蝶類だけである。流骨突起は飛翔に必要な筋肉の視点となる。ペンギンは飛翔しないが、泳ぐための筋肉がやはり流骨突起を支点としている。他の飛翔しない蝶類では、大胸筋および小胸筋が飛翔するものに比べて、発達しておらず、流骨突起の存在もはっきりしているとは言えない。胸骨板は泳ぐ蝶類では広く、 地表を歩く鳥類では長い。一方、飛翔する鳥類では、胸骨盤の幅、長さは、同程度である。鳥類のあばら骨には、針状突起がある。これにより、肋骨が形成する、カゴ形状の強度が維持される。昔と影にも、同様の構造が見られる。また鳥類では、脊椎の融合により、一部の爬虫類と同様に、骨盤の一部が長く伸びている。 骨組織の融合は、肩体においても見られる。頭骨は、全類線下を持つ、爬虫類のようなそうい類型の頭蓋骨を持っており、後頭下は一個である。腸類の頭骨頭骨は、全部、腸部、前上顎骨及び尾部、下顎骨の5つの骨からなる。多くの種で、頭骨の重量は、体重の1%程度である。脊柱は、脊椎からなり、頸椎。 複合仙骨、尾骨の三つの部位に分けられる。胸部は股骨頭甲骨からなり、肩甲骨と融合して肩体を形成している。胸部の側面の形状は、肋骨が胸骨板と共に形成している。肩部は胸部の骨格をなす肩体と上腕骨が形成している。上腕骨は、頭骨と尺骨とで肘を形成している。手根骨と中手骨は、 手と手首に相当する部位を形成しており、指の骨は互いに融合している。より効率的な飛翔を可能とするため、翼を形成する骨は特に軽量である。臀部を形成する骨盤は、腸骨、座骨、地骨の三つの部位からなるが、これらは融合して一つの骨組織になっており、肝骨と呼ばれている。肝骨は、成長が、卵の上に座っても問題がないような形状に、 なっている。三つの骨の融合部位は肝骨薄と呼ばれ、胞子の最上部をなす、大腿骨との関節を形成している。大腿骨は脛骨及び、肥骨の二つの骨と一箇所で関節を形成しており、そこが膝の部位である。足裏骨が足の上部を、指の骨がつま先の部位を形成している。腿とすねの部位が最も重い骨であり、 体の重心を低くする役割を果たし、飛翔の助けとなっている。鳥類の跡の形状分類、血及び鳥類の足も参照脚部の構造と、鱗鳥類の跡における指の本数と、向きは、三前跡型、大肢足型、変体肢足型、格子型、身生え跡足などに分類される。胸筋が下向きに打ち下ろし、向上筋が翼を引き上げる仕組み鳥類の多くの、 種では、翼、皮膚、足などに、計175の筋肉がある。最も大きいのは翼を打ち下ろす胸筋であり、飛翔する鳥類では、体重の15から25%を占め、飛翔において主要な役割を果たす。胸筋の複側には、向上筋があり、打ち下ろされた翼を再び持ち上げる役割を担っている。 胸筋と向上筋で体重の25から35%を占める。皮下の筋肉は、飛翔中の羽毛の向きを制御している。微部、伝部には、数は少ないが強い筋肉があり、尾歯を制御している。飛翔中には、尾歯の広がりによって、空気抵抗を調整している。景観、目先、及び、喉袋も、参照鳥類の鱗は、くちばし、爪。 毛爪と同じで、ケラチンが主成分である。支部のつま先及び中足骨の部位に相当する代表に見られるが、種によっては足首よりも上の部位にもある。カワセミアカやキツツキカを除くと、鱗同士の重なりは小さい。鳥類の鱗及び薄板は、哺乳類や爬虫類のものと進化的に相当であると考えられている。 蝶類の産み落とされた卵の中の胎児は、発生の初期では、羽毛も鱗も持たない。支部では、角質層、または外皮質が、ケラチンで形成され、次第に厚みを増して、鱗となるが、鱗は形状により、以下の4種に分けられる。キャンセラから細い溝のある十字型の交差構造の、ケラチンによる、普通の皮膚よりも厚くて硬いだけの微細な鱗レティキュラ。 微小だが一つ一つ独立した構造をとったうろこ。中足骨部の側面及び後面に見られ、アルファーケラチンからなる。スクテラマイナススクートよりは小さなうろこ。鶏のビブや中足骨部の体表に見られる。スクート中足骨部の前側やつま先の背側に見られる。スクートは、爬虫類と同様に、ベータケラチンからなる。種によっては、 足の一部で羽毛と鱗が混在しているものがある。その場合、羽毛の毛根は表皮状の鱗の間にあるか、または鱗の下の神秘にある。後者の場合は、鱗から直接羽毛が生えているような外観になり、羽毛の根本を鱗のケラチンが包むような形になる。鳥類の目と口ばしに挟まれた頭部の側面の領域は、目先と呼ばれ、種によってはその部位で羽毛を描いており、 皮膚が露出している。その皮膚に色がついているものがあり、床などに見られる。詳細は、くちばしを参照千鳥目には、くちばしにヘルプスト固定と呼ばれる器官を持つものがあり、水中での微小な圧力変化を検知して、泥の中の餌を取ることを可能にしている。また現在生息している鳥類はすべて、頭骨に対して、上顎の部分が動くようになっているが、特にオウムなどで顕著である。 鳥類では一般に体重に比べて脳の重量の比率が大きい。鳥類の複雑な行動は、それを可能にする知能を保持するだけの脳があるためである。蝶原芒の呼吸器の模型。呼吸と吸器は共に、かつ常に体の後ろ側から肺に入り、全部に向かって送られる。1、軽機能。2、鎖骨管、機能。3、全胸機能。4、公共機能。 腹機能、六、肺、七、気管、A、股骨、B、右甲骨、C、肩甲骨、D、背心骨、E、複合仙骨、心水クラム、肝、骨盤、G、大腿骨、H、胸骨腸類の呼吸系の模式図、アース、腹機能、アタス、前胸機能、キャス、軽機能、クラース、鎖骨管機能、HD、 鎖骨管機能の上腕骨部に伸びている部位、ルー、肺、PNS、ビッグー、トス、公共機能、パーツ、個室、T、器官飛翔を行うためには非常に効率の良い代謝が必要であり、そのためには酸素の取り込みも効率よく行う必要がある。鳥類の呼吸器系は機能によってそれを可能としている。肺と違って機能では 酸素と二酸化炭素のガス交換は行われないが、空気を貯める機能を持ち、不意後のような役割を果たす。そのため、肺自体は、ポンプの役割を持つ必要がなく、大きさを一定に保ったままで良くなり、その中の空気の流れを安定させることができる。鳥類の呼吸器系は三つの臓器群に分けられる。つまり、全部の機能群、後部の機能群、肺の三群である。 これらの連携によって呼吸が行われる。機能は多くの種で9つあり、吸入を効率化する機能を持つ。まず気管から入った空気は、半分は直接後部の機能に入り、残りの半分は肺を通って、全部の機能に入る。全部の機能に入った空気は直接気管に押し出され、そのまま鳥の口あるいは鼻孔から外部に吐き出される。同時に、 後部の機能に入った空気は肺に送られ、そのまま気管を通って外に押し出される。鳥類の呼吸。全部と後部の機能がポンプの役割を果たすことで肺の中を一定方向に安定して空気が流れる様子。濃い肺色の四角は空気の流れを止めている箇所を示す。哺乳類の呼吸器系では肺自体がガス交換に加えて、 機能の機能を兼ねているため、肺の中でガス交換の前後の空気が入り混じることになるが、鳥類の呼吸器系ではそれらが入り混じることがない。そのため肺内の空気の酸素分圧は大気と同じであり、哺乳類の場合よりも高い。そのため哺乳類よりも効率よくガス交換が行える。また、息を吐く際にも、後部の機能から新鮮な空気が肺に送られ、 吸気と呼気の両方において、新鮮な空気が肺を通ることになる。蝶類の肺には、哺乳類と違って肺胞がない。その代わり肺が、肺管と呼ばれる、多数の細い管の形状になっており、それらは、両端でまとまってそれぞれ、石管子及び腹気管子となっている。肺管壁は、ハニカム構造になっており、肺管の直径方向にテンビルアトリウムと呼ばれる。 小房が並ぶ構造になっている。この小房に毛細血管が集まっており、小房に入った空気と血液の間でガス交換が行われる。腸類には大角膜がない。体中の空空は一体として肺に空気を通すためのフィごとして機能する。腸類の呼吸では、吸気ではなく、呼気において筋肉の収縮が行われる。蝶類の気管の気管に近い部位には、 名管と呼ばれる発生器官がある。哺乳類の高等と同様に、器官を通過する空気の流れの振動により、音を発する。種によっては、複雑な音を生じることができ、人を真似る種もある。スズメメにおいては、複数の音を同時に発生させることができるものもある。また、器官の一部が大きく膨らむことで外観を装飾するものもある。 蝶類の心臓は人などの哺乳類や一部の爬虫類と同様4室に区切られた構造をしている。これにより効率よく酸素や栄養分を体の各部に送ることができ、それによって気象を含めた各種の活発な生命活動が可能になっている。心拍数は、例えば小型の喉赤チドリでは1分間2200回である。 蝶類の消化器系温度理の口の中に見られる乳頭様突起。この歯に似た形状により餌を保持したまま歩行することを可能にしている。蝶類の多くでは食道にその緒と呼ばれる筋肉質の脳がある。その緒は食べたものを咀嚼し、また一時的に蓄えることで消化器系へ送られる速度を調節する機能を持つが、その大きさや形状は種によって大きく異なっている。 ハトメでは、その語でそのお乳が作られ、それが吐き戻しによりひなに与えられる。また、そのおに加えて、サノうと呼ばれる機械もある。サノうは4つの筋肉の輪がつながって、缶の形状を成した器官で、食べたものを4つの輪で順次送り出していきながら、それを展開し、咀嚼する機能がある。種によっては、哺乳類や、爬虫類の葉の代わりに、 砂や小石などを飲み込んで砂能に貯めることで、咀嚼の機能を強化するものもある。これは恐竜においても同様で、生根化石に遺跡が残されていることがそれを示している。鳥類が水分を摂取する過程は4段階に分けられる。ほとんどの鳥類の食道は全動運動ができない。そのため、人が行うような吸い込みを行うことができない。水を飲むためには、1、 口の中に水を入れ、2、頭部を持ち上げ、3、その水を食道に向かって落とすという動作を、4、繰り返す、ということが必要になる。しかしコンラート・ローレンツの1939年の報告によると、とあり、ハトメにおいては水を吸い上げることが確認されている。しかしハトメは全くシッピングを行わないというわけでは、なく、また他のいくつかの種についても、 シッピングと吸い上げの両方を行うものが観察されている。また、太陽腸やド鳥には、溝あるいはトイの形状をした舌を押し出すことで液体を飲むことができるものがあり、インコには舐めることで水を飲むものもある。海鳥には海水を摂取し、余分な塩分を目の近くの鼻空にある線から排泄できるものがある。 砂漠地帯に生息するものでは必要な水分をすべて食物から得るため液体の水分の摂取を行わないものもある。幼鳥の巣立ち外見上鳥類のオスには生殖器がないが生殖は体内に2個あり種によっては繁殖器になると生死を生成するために繁殖器でない時の100倍以上の大きさになる。2個の生殖は大きさが非対称で多くの種では 左側の方が大きい。メスの卵巣も繁殖期には肥大する。左側の卵巣だけが、その機能を果たす種が多いが、左側の卵巣が感染症などで損傷を受けた場合には、右側の卵巣が機能する。ファルスを持たない鳥類では、交尾に先立って、相配室口の流気部にある清掃の糸球体に、精子が保持される。交尾中は、メスはオハを横にずらし、 オスは、メスの上に後から乗ることにより双方の相排泄口が接触し、精子がメスの体内に送り込まれ、油卵管に到達できるようになる。交尾の過程は非常に素早く行われ、種によっては0.5秒以下で行われるものもある。メスの体内に入った精子は、洗浄費につながっている細管に1週間から、種によっては1年間保持される。その後、 卵巣から一つずつ卵子が送り出され、その都度受精し、体外に産み落とされる。産み落とされた後も卵殻内で胎児の発生が続く。笑いかもめの若鳥ョウや七面鳥及び多くの水鳥などには、ファルスと呼ばれる陰形に似た機能を持つ器官がある。交尾していない時には、ファルスは肛門オチ院ンの部位、つまり総排泄口内の開口部のすぐ内側に、格納されている。 放乱の後ヒナが孵化すると、親鳥は救助及び保護のための様々な行動をとる。創生の種では孵化の直後から自活を始めるが、万生性の種では孵化しようとするヒナは、自分で乱獲を破れず、孵化しても目も見えず、羽毛もないため、親鳥の保護を要する。死疑科や、千鳥科など地表に映像する種のヒナは、孵化の直後から走行できるものを多く、その性質を、理想性と呼ぶ。 一方で深い穴に営像する者は、親鳥の給仕及び保護がなければ成長できない者が多い。それら巣の中にいるヒナが、まだ巣の中にいる者の,の飛翔に、十分な羽毛と筋力を備えた状態を、フレッチングと呼ぶ。鳩やガン、単調などでは、つがいの相手を生涯変えず、その間決まった営像地で産卵、育数を行う。詳細は、鳥類の資格及び、 蝶類の脳外等を参照蝶類の眼球の模式図。スクローラティックリング、鏡膜リン、アイリス、光彩、レンズ、水晶体、コーニア、角膜、マッスル、外眼筋、レティナ、網膜、高位度、脈絡膜、スクリラ、鏡膜、フォービア、中心化、ペクテン、串状起、オプティックナーブ、視神経蝶類は非常に鋭敏な視覚を持っている。 毛筋類は、網膜上の光受容体の密度が高く、視神経の本数も多いため、視力は人の約8倍であると考えられている。また眼球に付随する筋肉を人の外眼筋と比べるとすべて2つずつあり、焦点の調整が非常に早いが、眼球の向きを動かすことはほとんどできない。さらに眼球にある中心化が、 視野の中心での解像度を向上している。ド鳥やド鳥など多くの種では、中心化が一つの眼球に二箇所ずつある。また変更が見える種も多い。頭骨における眼科は非常に大きく、爬虫類と同様に胸膜ンが眼球を囲んでいる。八つの生物地理区及び区内の地域の野鳥一覧。ありがとうございます。